平野紫耀主演ドラマ、クロサギアマゾンプライムビデオのサムネイルから排除された疑惑にファン騒然。平野紫耀主演のドラマ、クロサギがアマゾンプライムビデオのサムネイルから排除されたという疑惑がファンの間で騒然となっています。 この不自然な出来事は、平野ファンにとって不満と疑念を抱かせるものとなり、一体なぜこのようなことが起きたのか、その背後に隠された真相は謎に包まれています。黒詐欺は平野市洋画キング、リンチェプリンスジードイー主演した TBS 系ドラマプロの詐欺師を騙す詐欺師黒詐欺役を演じました,た。 この作品は2022年の10月から12月にかけて放送され、ファンにとって特別な思い出となっています。なお、このドラマの放送中に、キング・リンチェの分裂と平野の退場が発表され、彼のキャリアに大きな変化がもたらされた出来事でもありましたた。一方、アマゾンプライムビデオでこの作品を配信する際、不自然な出来事が発生しました。 具体的には作品詳細ページにおいて平野市洋が TBS ドラマ初主演と紹介されていながら全週話分のサムネイル画像に平野の姿が含まれていないのです。この事実がファンの間で注目され疑念が高まっています。 10エピソード分のサムネイル10枚が並ぶもそこには共演者の黒島ケツナや三浦友和ばかりが映されており主演の平野の登場シーンが不自然に排除されているように見えるんです。また、トップページに大きく表示されるメインショットも、なぜか黒島一人の顔のアップ。他に同作を配信するフ l ルやウネクストでは、 平野が映っていることから、ファンの間では、Amazon プライムが急ジャニーズに忖度をしている、とささやかれ、濃くすぎる。違和感しかありません。平野紫耀さんの聖魂込めた作品なのに、悲しいです。プライム外装かな、エピソードのところが他の俳優さんなのはありだと思いますが、トップ画が主演じゃないのは違和感、などの不満が続出。テレビ史ライター。 この状況に対してファンからは不満と疑念が相次いでおり一部のユーザーは Amazon プライムビデオを大会すると報告しています。この疑惑によってヒラの仕様のファンコミュニティに対する影響が出始めていることは間違いありません。この問題について Amazon プライムビデオのコメントや公式な説明はまだ発表されていませんが ファンや関係者からの不満の声が広まり、一体どのような結末を迎えるのか注目されています。一部のファンは Amazon が旧ジャニーズ事務所に忖度しているのではないかと疑念を抱いており、この疑惑が解明されるまで議論が続くことでしょう。 平野耀主演のドラマ、黒詐欺がアマゾンプライムビデオのサムネイルから排除されたという疑惑について、ファンの不満と疑念が高まっています。この出来事に対する公式なコメントや説明はまだありませんが、ファンからの反応は激しいものとなっており、一部のユーザーがアマゾンプライムビデオを大会するという報告もあります。この疑惑が解明されるまで、 ファンと関係者の間で議論が続くことでしょう。アマゾンがなぜこのような措置を取ったのか、その真相が明らかにされる日を待ちたいと思います。明らか